こんにちは。今日はラチェモンコングルンテープ大学の食事を紹介します。今私と友達がいます。その人はリンジさんです。ラチェモンコングルンテープ大学は3ところを分けられますので、6章の3ところがあります。でも私は1ところをご紹介します。これはテクニックの6章です。じゃあ見に行こう。それだけで幸せなんだハニーアパニー。はい、私を来たの時は12時度で、そして食堂の中でいろいろな大学生がいます。ちょっと恥ずかしいですよ。食堂を選ぶために、それから私と友達はレストランを見に行きます。このレストランを選ぶことにしました。ただ私はガパオ向こう階段にしました。そして私の友達はカウヤム街道です。グラポン向こう街道の値段は50バスです。味は甘辛いがあります。とても美味しいです。でも値段ちょっと高いです。これは食べた後です。でも私の友達はまだ終わりませんでした。皆さんは見に来てくれてありがとう。それじゃあ今日はバイバイ。